て時刻は8時18分です。お届けしておりますベニーモ村イモーニングです。さて今日先ほどからですね皆さんにお伝えしております、今日はこの時間ですね大仙ホームの情報を皆さんにお届けいたしますよ。はい、今日もねどんな情報なのか今朝のですねまた、タイムス中太新聞などにもね掲載されておりましたので、こちらの方も一緒にご覧になってください。さあ今日もですね素敵な情報をお伝えしてくださるのはこの方ですよ。夢の扉を開けましょう、チラマチ事業部のですね木納桃子さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。あら桃子さん、はい、先月と引き続き今日も一人じゃない？はい一人デビューですね。一人デビューですね、はい、もう全然大丈夫だと思いますけどもね、もう今日皆さんにねしっかり伝えるためにね、はい、来てくださったのでよろしくお願いしますね。はい、よろしくお願いします。はい、さあ今日はですね、桃子さんの方からどんなものを皆さんにご紹介いたしますか？はい、まずはですね完成見学会、うん、はい、今週の土曜日、うん、日曜日に行われます完成見学会のご案内をさせていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、場所がですね、はい、糸満市、糸満市アハゴンになります。はい、ですね場所アクセスなんですけども、沖縄自動車道、はい、富城インターより、はいはい、県道7号線、はい、加賀津北交差点を右折し、はい、アハゴン東入り口交差点を左折いたしますと、見学会場となります。はい、ただですね、今申し上げても、分かりづらいと思いますので、近くになりましたらやはり、登りと看板が、立ってますので、はい、そちらを目印に進んでいただきます。そうだね、はい、分かりやすいかと思います。あれとってもありがたいよね、この辺に来てるはずなんだけどっていう時にね、はいはい、出てくるとね、はい、そうそのままそのなんか道沿いにね、はい、行けば分かりますからね、はい、ああ嬉しい。あ、そうなんだ、はい、さあ今回この糸満市のアーゴンさん、アーゴンの方で、はい、完成見学っていうんですけども、どんなお家の完成見学なんですか？はい、はい、今回ご覧いただきます建物は、はい、ニュールマ、はい、平屋31坪ですね、の 3LDK の建物になります。はい、特徴といたしましては、はい、今回は各部屋に大開口の窓を設けることで、家全体に心地よい風が常に流れる、南国沖縄に最適な建物となっております。本当だね、はい、すごい、なんかこのなんか久しぶりにこの、大開口ってこの、なんていうのかな、大きな窓ですよね、はい、そして出入りができるようなね、そうです、はい、ね、いや最近ではそういうこの建物の中にこの大きな窓をつけるってどうですかね？そうですね、やはり空気の循環とかもそうですし、はい、お庭があるような、はい、お家であったりそういうところは、はい、はい、好まれるかなと思います。そうだね、はい、庭があったらね、そのまたこの大きな窓から出入りがねできて、はい、ベランダではないけどこのね、このお茶を飲みながらこう庭を見たりとかね、あ、いいですね、なんか想像してるだけでなんか気持ちが良くなってきますけどね、はい、あー、そうなんだ、その他なんか特徴ありますか？そうですね、またリビングダイニングを中心とした家事動線の家族、すいません、リビング動線、リビング失礼いたしました、家事動線や家族の動きが感じられる、はい、建物となってますので、はい、生活感を感じながら、はい、ご覧いただけるかなと思います。そっか、はい、じゃあ中の方でそんなに区切りはなくて、はい、家族の皆さんが見渡せるような感じの作りになってるんでしょうね、はい、そうですね、すごいさあなんかやっぱね平屋といったら昔のイメージはやっぱりこの、一人子供たちの部屋とかね寝室とか全部区切りをしなきゃいけないっていうねイメージがあったんですけど、やっぱり動線を考えるとやっぱり、リビングを中心に、はい、家族団らんのを中心にやっぱ子供たちやそして、家族の動線が見えることで、一番やっぱり見てるのはお母さんでしょうね、そうですね、はい、ね、家事をしながらですね台所の方に立って、あ、今何してるこうしてるってね、いうのが見えるかと思いますけれども、はい、とってもじゃあ素敵なお家なんですね、はい、そうなんですよ、なので、はい、ぜひ気軽にご来場いただきまして、見て触れて体感していただきたいと思います。確かに、はい、本当だよね、でもやっぱり家を建てるという時にはやっぱりね、勇気も必要だしお金も必要だしね、だって一緒に
何十回とお家を建てる人ってねよっぽどの人かもしれないけれども、うん、そうですよ ね、うん、本当に一生のお買い物だから、うん、自分が好きなように、うん、自分のまた、しっかりとこの暮らせるように心地いい空の暮らせるように、うん、作るっていうのもとても大切ですからね、うん、はい、そうだと思います、ね、はい、今までこのももこさんがいろんなお客様と接客をしてきて、はい、お客様がこういう関節見学会の来て、何かいろんなお話をされてると思いますけども、はい、お客様と話してどう感じますか？なんか一番最近多いなんか質問だったりとか。そうですね、うん、やはりお客様と接客するというのは営業を担当中心に、うん、はい、行うものなんですけども、うんうん、やはりイメージをしてお客様来場されますので、うんうん、実際に見ていただくと、うん、やはりこういう作りもいいねとか、あ、そっか、どん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 膨らむでいきますし、うんうんうん、あとは今までイメージしていたお客様の建物プランからまたさらに、うんうん、はい、いいものが出来上がるというものがありますので、はい、いろいろ見ていただきたいと思いますだからこそ、はい、見て感じて触れてっていうのが、はい、よくわかりました、ね、確かに行かないとまたその場に行って、うん、触れないと空想ばっかりだもんね、うん、イメージと ね、はい、それがまたプラスになって広がれば、はい、やっぱりあ、こうやりたいなっていうものがあればね、はい、どんどんやっぱりまたスタッフの皆さんにご希望を伝えることもできるしね、はい、わー、いいねさあぜひね今後またお家を考えている皆さんだったり、はい、今回は糸満市の、ね、はい、ニューウルマなのでこの平屋に、ね、はい、なりますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。そしてもう一つ、はい、なんかあるようですけど、はい、そうですね、うん、前回、うん、はい、こちらで案内させていただきました、うん、失礼いたしました、読谷村残波 の、うん、はい、構造見学会が、木の木造の、そうです、木造のあったと思うんですけども、はい、そちらの完成見学会が、うん、はい、今月28日、はい、29日、うん、はい、行う予定となっております。今月末、はい、もう完成なんですか？そうなんです。うわ、すごい、はい、木造早いんです。だって前回構造って言ってね、はい、こういった形で組み込まれていくんだよっていうものを皆さんに見ていただく、はい、告知をしたんですけども、はい、その時のお客さんってどうでしたか？はい、大盛況でして、はい、そうなんだ、はい、構造なのに、構造なのにすごく、ね、構造なのにっていうのは失礼かもしれないですけど、はい、でもだって完成じゃないんですもんね。はい、イメージとしてはこういう、ね、完成見学会に見て、はい、うんうん、あ、すごいこんな感じって言うけど構造ですもんね。そうですね、途中でしょ、はい、また完成してから来て見てみたいというお客様も多数いらっしゃいましたので。そうなんだ、はい、うんうん、やっぱりみんなが関心を寄せているということなのかな。そうかと思います、ね、やはり沖縄も増えてきてますからね。あ、木造、はい、すごいねなんかイメージとしてはね、なんかまだまだな感じで、でもやっぱり木造とやっぱりぬくもりだったりとか、そうですね、香りだったりとか、はい、風通しの良さだったりとか、なんか周りに木を植えなくても家の中でなんかイオンが出てるような感じが、ね、うん、イメージがするよね。そうですね、ねえ、すごい構造でこんなお客様が来て、そして今月まず完成、はい、見学、はい、じゃあこの完成見学会にどういう方々が来てほしいですか、桃子さん。そうですね、うん、木造を、うん、考えているお客様に、うん、はい、やはりうちはですね、うん、鉄と木を使用したハイブリッド木造住宅になりますので、そうだった、はい、いろいろと見ていただいて体感していただきたいなと思います、うんうん、ね、はい、皆さんの気になるこのシロアリだったりとか、はい、そういったこの台風だったりとか、うん、そういったものをしかも聞きましたか、皆さん最近ですけど、ハイブリッドよね、はい、そうなんです、ね、はい、鉄と木を合わせたハイブリッドな、ね、はい、構造になってますので、はい、わ、いいですね。はい、そうです ね、はい、ちょっと見てみたいな、私も木造ね、はいはい、じゃあもう一度場所をお願いいたします。はい、うん、ですね、先ほどの感染見学会の場所、うん、ね、はい、はい、ご案内いたします、うん、はい、今週末ですね、7月14日土曜日、うん、日曜日2日間です、糸満市のアハゴンですね、うん、はい、はい、時間が朝の10時から夕方6時まで、うん、はい、はい、2日間行います。はい、詳細は当社のホームページ見ていただければ、うん、はい、地図も載っておりますので、うんうん、ぜひご覧ください。よろしくお願いいたします、はい、そして今月末は、はい、今月末ですね、7月28日土曜日、うん、29日日曜日、うん、はい、
読谷村残波ですね。はい、はいはい、テクノストラクチャーというハイブリッド木造住宅の完成見学会です、うん、はい、そちらもぜひ合わせてご覧ください。はい、ぜひ多くの皆さんですね、足運んで、さあ今日のももこさんのですね、いろんな情報がたくさんありました。気になる方はぜひ足運んで見て感じて触れていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、あー、やっぱりあっという間ですね、はい、もう終わっちゃいますよ。あら、あらまた来月も楽しみにしておこう。今日はですね、大成ホームから木田桃子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。